こんにちは、こんばんは、泉です。さあ、続きやっていきましょう。了解です。最高ぜ。はいよ。早めに終わらせよう。やってやろうぜ。なあ、こいつか。俺こいつ嫌いなんだよな。やべ、スタミナすぐ切れる。うわー、やばい。うわ、よっと。頼む。了解です。よっしゃっと。危ねえ、怖いことすんな。突き出しにするつもりかよ。うわ、やば。はいよ。ありがとうございます。うわ、やば。危な。よっしゃ、よっと。よっしゃ、ナイス。OK。 うわっと。あ、やっと。はい、切らさないように。やば。やば。ケイシ、うまいこと言ってんのかな。どうなんだろう、わかんないな。お、思った以上に早く行ったんじゃない。ありがとうございます。あー、切れてる。
ッケー、よっしゃ、お、みんな集まってる。なんかモブが多いような気もするけど。呼びかけに応じてくれたことに感謝したい。海域は今なお拡大している。このまま行けば人類は滅びの一途をたどるだろう。食料、物資、清浄なる大地、それらは枯渇の時に瀕している。すでに猶予はない。この状況を必ず打破しなければならない。故に今日我々はエンリル本部奪還作戦を実行に移す。海域に沈んだフェンリル本部、そこには豊富な物資に加え薬剤で失われた様々な技術情報が残されている。我々が目指すものはただ一つ、フェンリル本部地下プラントに眠るタイ・アラガミ決戦兵器オーディン。かつてアラガミ殲滅を目指して作られたこの巨神を我々はタイ回帰用の兵器へと回収する。そんなうまくいくか。再び結集し回帰の脅威を克服するのだ。諸君らキャラバンは。そんなことができるのか。オーディンを回帰対策に応用する技術は確かに議論されていたけれど、巨大ゆえに莫大なエネルギーが必要で、それは結局解決できないままだ。てかイルダが代表じゃなくて全員来てんだね。でかい図体で大食いってわけだ。荒神みたいだな。総督、一つよろしいか。あの領域には海域種荒神が救っていたはず。そんな場所に特攻を仕掛けろと。マジか。合わない仕事と言わざるを得ませんな。違いねえ。そんな仕事は偉そうな人たちがいっぱいいるな。確かにクズどもじゃん。海域種荒神への有効な手段を持たない。小型の海域種ですら大体投入で勝敗は5割。そんなに強いんだ。他の存在に対し屈するほかない状態にまで追い込まれていたと言ってもよい。これまではな。だが彼らはこの偉業を成し遂げてくれた。一小隊のみで大型の海域種荒神を討伐するという偉業を。こいつは確かに海域種。バカな、大型の海域種荒神をこの人数で。どうだ。紹介しよう。イルダ・エンリケスと勇敢な戦士たちよ。クリソン・セマムに鬼のような強さのエイジがいるとは聞いていたが、まだ子供じゃないか。子供なめんなよ。ただものじゃなさそうだ。あいつはまさか。めっちゃ注目されてんだけど。そりゃそうだろ。手とか振った方がいいのかな。いいから静かにしてろ。クリソン・セマムの。パチパチしたいわ。今次作戦の決死隊となり先陣を切る。彼らならば必ずフェンリル本部への道を切り開いてくれよう。ルルのこと知ってたね、あのメガネのじいさん。あくまで君たちに委ね、強制はしない。実力が見込めない場合には危険であると判断し参加を辞退してもらう。それでは解散。後日正式な作戦要項を通達する。あれ、これ左側の元部下なんじゃないか。どうしたの。いや、なんでもない。今度はルルのことかな。
奪還作戦の成功は俺たちにかかってるってことだよな。牢獄でいたぶられていた俺たちが今や人間の未来を左右する戦いの中心にいる。俺たちの価値を認識させるいい機会だ。もう待つ必要はない。前へ進めば掴み取れる。責任重大。責任は俺が背負うから心配するな。俺一人じゃここまで来ることはできなかった。お前がいるから戦える。ここからが俺たちの進化が試される。やってやろうぜな。そうだな。うん、ちっこくて可愛いわ。大丈夫ですか、ルールさん。本当に大丈夫か。気になっちゃうけど。いるね。ここら辺りがあんの？あの二人組じゃないか？もうそれフラグですよ。なんだ？帰るか。さあ行きましょうぜ。ああ、こいつのアッシュってことか。こいつも速くて苦手なんだよな。速いんだよな、マジで。ありがとう。ああ、もうマジで速い。うわ、もう。はいよ、ありがとう。うわ、ちょ、やばい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 。わあぶねえ。これ狙われてることに気づいてよかった。うわ、もうやば。うわ、やば。あぶな。うわ、やばい。うわ、
ひょ、突っ込んでくるね。くそ、危ねえ危ねえ、切れんな、マジ切れんな、よかった。お、危ねえ、うわめちゃくちゃやってくるな。やばい、切れる。危ねえ、切れるとこだった。あいつどこ行った、開いた。やーべ、あー切れる。了解です。うわ、やりますね。あーやばい、あぶねえ。はいよ、させ。あー、どこ行った、あいつ。はいよ、はいよ。うわっと、やる、あぶね。よっしゃ、オッケー、危ねえ、切れとかった。あー、くっそ、もう混乱はやばい。うー、うーわ、ダメか、至近距離でもダメか。危ねえ、近距離だったらかわせるかなと思ったのね。あぶね、あー、くそ、あぶね、うわ、やば、やば、あー、やばい。
あぶねえ。あいつどこ行った。狙ってますよ。あぶねえ、ガードできた。あーやばい、あぶねえ。うっそ。ここで気を抜いちゃダメだ。よっしゃ倒した。休ませていただきます。痺れる戦いだったな。俺たち息ぴったりだったよな。本当にな。ああ、息切れた。ああ、いけないの。ダメか。いけそうでいけない。あなたたちとの契約の確認をしましょう。ピムを本部に送り届けるまでという約束だったでしょ。ああ、そういう約束だったね、確かに。もう乗りかかった船だ。一連卓章だよ。そうはいかないわ。価値を持つ者は多くを手に入れる権利がある。自分たちに価値があると思うのなら、それを示し続けること。安売りは誰も幸せにならない。そういう意味じゃないんだけどな。あんたのところの台所事情だって分かっている。俺たちの取り分は減らしてくれ。航路の建造のロイヤリティ3割だ。前はあれな、3割じゃ足りないって言ったのにな。アインを紹介してもらった恩義もあるしな。おかげで俺たちと子供たちの生活費も当面は自分たちで賄えるようになった。まあ一生じゃない、20億だろ。立派な懐刀があるというのは頼もしいわね。あなたクリサンセマムの寄進って噂されてるみたいよ。あ、マジか。こいつだけはいくら積まれても渡さねえよ。分かっているわ。いた。お前も言うんかい。かっこいいな。何も言えないんだよ俺は。そういう仕様なんだ、分かってくれ。なんか食べてるように見えたわ。これからもずっと平穏でいようぜ。あ、いた。あ、エイミー呼んでたの。マジか、アトリックは。
あ、神ってついてるしな。あ、ちょっと特別なミッションが入ってるんですよ。赤の女王と呼ばれるレジスタンスに関する調査依頼なんですけど、なんでもグレープニルの犬飼博士からの依頼らしい。うさんくせえな。総督直々の匿名だから詳細は明かせないとのことで。なんだ。確かにここ最近赤の女王の活動が活発化しているんです。詳しい話はオーナーから直接聞いてもらっていいですか。はいよ。犬飼いか。スパイの消息探し。ええ、スパイ。グレープニルの中に内通者が潜り込んでいたそうよ。赤の女王の息がかかっているみたいで、この近辺で消息を絶ったとか。赤の女王の潜伏先と目されるエリアの調査か。本当にそこにあるのか。それを調べるのも今回の作戦のうちってことね。情報もこれ以上はないわ。ま、そんなもんだろうな。頼めるかしら。犬飼いの依頼ってのが気に入らないが、蹴るわけにもいかないんだろ。だろうな。よろしくね。赤の女王に関する情報はターミナルに移しておいたから、後で確認しておいて。はいよ。確かに逆らってもな、なんかかえって立場を悪くするわけでもな。こいつか、厄介そうだな。まあでも今回はこの辺にしておきたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまたです。